土佐を脱藩した龍馬は吉田東洋を暗殺した覆面の男を追い、斎藤はじめの名で新選組に潜伏していた。手がかりは東洋を殺害した剣、天然理心流。その使い手である覆面の男は新選組の古参幹部たちの中に潜んでいるはずだった。龍馬は新選組として血にまみれた任務に身を沈めていく。後に池田屋事件と呼ばれる勤皇志士への襲撃は一夜にして新選組の名を轟かせた。だが覆面の男に最も近いと思われる局長近藤勇はまだ姿を現さない。これはこれは勝先生、幕府のお偉いさんがこそこそおいでになるとは。ここらで薩摩に鞍替えて。でもする気でっか。あんたに身の振り方相談するためにわざわざ今日まで来たわけじゃない。いつまでたっても動かない薩摩芋の尻を叩きに来てやったんだよ。相変わらずやな、勝藩は。理想だけの長州が突っ走ったところで幕府は倒れない。これからは薩摩の武力が物を言う局面だ。とても幕府の人が口にするセリフとは思えまへんな。今日は腹の探り合いはなしだ。私が本当は幕府側の人間でないということは知っているのだろう。ま、なんとなくは。これまで上の連中に異国に負けない国づくりを訴え続けてきたが、奴らの固い頭は変わらない。ならいっそ幕臣という立場を利用して幕府を中から破壊してやろうと思ってな。ほう。手を組め西郷。うちにいる私と協力し、外から幕府を叩くんだ。幕府に戦争を仕掛けろ、ちゅんでっか。ああ、戦争に勝った暁には、あんたは新しい国の頂点に立てる。悪い話じゃないだろ。それに今日はあんたらが戦に勝てるようとっておきの武器を連れてきた。武器？この男はイギリスの武器商人と深いつながりがあってね。その気になりゃ。江戸城を一日で落とせるほどの武器弾薬を調達できる。土佐脱藩浪士坂本龍馬だ。坂本龍馬。新選組の屯所に行くのか。ああ、それがどうかしたか。ちょっと気になることがあってな。なんだ。お前が池田屋で桂小五郎と話したって内容のことだ。奴は竹地からお前の素性を聞かされていたんだったな。ああ。だとするといずれ桂はお前の正体を新選組にバラしちまうんじゃねえか。どうしてそう思う。
所詮桂は長州の人間だ。その長州にとって新選組は天敵。三番隊の隊長が勤皇派の大物と兄弟分なんて美味しいネタ放っておくはずがねえだろう。奴が俺の素性を組に密告すると。そうすりゃお前は松原の二の前だ。三番隊隊長は粛清、長州にとっちゃ新選組の戦力源は願ったり叶ったりのはずだ。桂はそういう手を使う人間には見えなかったかな。でもよ、どのみち桂がどう出ようが、俺が新選組の中で動ける時間は限られてる。どういうことだ。俺が天然離心流を追っていることは池田屋で幹部たち全員に知られた。ああ、そうだったな。今のところ新選組にとって俺は戦力になっている。少しでも必要とされている間は粛清されることもないだろうが、残された時間はあとわずかということか。だから少し強引にでも覆面の男に迫る必要がある。時間のある限り新選組に顔を出してあの男に近づかなければ。近藤勇のことか。相変わらず接触できてないのか。ああ、豚書にもまるっきり顔を出さねえ。お前が見たとこ一番怪しいのはやっぱり近藤か。東洋様をやった覆面の男は。さあな。だがそうでなかったとしても近藤なら覆面の正体を知っているはずだ。ああ、天然離心流の元締めなわけだからな。近藤も局長である以上、いつまでも姿見せねえってことはないだろう。その機会を逃さないためにも俺はなるべく豚書に顔を出すつもりだ。よし、大作だ。よし、やられたか。よし、
ああ。
危なかった。このあんた。なあ。ちょ、待てや。やつや。Yes. Shit.
え？ちおい。何？
Shit. Yeah. Yes. もう引っ込んどるやこれ。わしら近藤出せ言うとるんじゃ。斉藤君さっさと入れ。おお待て、わしらも殴れるんかい。局長は多忙につき不在、先ほどからそう申し上げとる。なめとんのかボケ。わしらは京都見回り組や。浪人風情が誰に向かって口聞いとるんじゃ。佐々木さん、キャンキャン泣いてないで、あんたらも手軽が欲しけりゃ自分たちで汗かけや。寝ぼけんなよこら。池田屋でカツラ取り逃がしたんが手柄か。
その責任はどないする言うとるんや。京都見回り組、まだ粘っとるらしいな。見回り組、門の前で騒いどった連中へ、知らんのか。ああ、あいつらは要するに家柄のいい新選組。新選組は浪人の寄せ集めやが、京都見回り組はれっきとした幕府の家臣で組織されとる。せやから連中、新選組にだけは負けたないんや。意地の張り合いか。大声出してたんが、見回り組の佐々木忠三郎いう男や。大口叩くだけやって腕は立つ。あんたから見てもか。なあ、あいつは相当なもんや。お前も気をつけといた方がいい。佐々木忠三郎か。それはそうと、池田屋の傷はもういいのか。お前がおらんかったら、あの吉田なんちゃらにやられとったかもしれん。これでも感謝しとる。礼を言うのは俺の方だ、長倉。ああ、桂の剣恩に切る。そないに気使わんで。本音を言えば、身内で殺し合いするんはこりごりなんや。それはいつだったかあんたが言っていた芹沢鴨のことか。ああ。何があったんだ。なぜ局長だった芹沢が身内に殺されるようなことになった。あれは俺らがまだ新選組と名乗る前、京都に来たばかりで身風呂押し組を名乗っていた頃のことや。その頃はまだ俺ら天然理心流の七人と鴨さんの一派三人を合わせた十人だけの小さい所帯やった。芹沢の一派っていうのは。鴨さんの水戸脱藩以来の同志やった平間重助、平山五郎と鴨さんを合わせた三人のことや。その三人が俺ら天然理心流の門と身風呂押し組の主導権を争った。鴨さんは凄まじく剣の腕が立ち、学もある立派な剣士やった。せやからまず近藤さんは鴨さんを自分と同格の局長に取り立て、組織をまとめようとしたんや。土方さんの反対を押し切ってな。それじゃあ土方が芹沢を殺したってことか。さあな。誰が直接鴨さんに手下したかは知らんねえ。近藤藩かもしれんし、土方藩かもしれん。やが、それを知る必要はないということや。知る必要がない。お前も新選組で一日でも長く生きたいんやったら覚えとけ。鴨を語るべからず、新選組の暗黙の掟。長倉、あんたみてえな男がなんで新選組に居続けるんだ。俺がここにおるのは近藤局長への恩義。あの人がおらんかったら今の俺はない。昔俺が間違えて人を殺めてしまった時、局長は俺のことを守ってくれた。せやから俺は近藤局長の夢のために仕事ができればそれでいい。それだけ。あんたにそこまで言わせるのか、近藤って男は。お前も一度会えばわかる。近藤勇という人間の器の大きさがな。一度会ってみたいもんだな。豚所にも一応近藤さんの部屋があるんやで。
局長の部屋？どこのことだ？豚所の一番奥の前へ。せやけど行っても誰もおらんやろうけどな。それじゃあ、あの近藤勇が土佐まで来て親さんを殺したってのか。何をしてるんだ。いや、何でもない。ほう、局長の部屋に入ろうとしてたんじゃないのか。無駄だな、局長は多忙につき不在だ。それじゃあ俺が局長に会うにはどうすりゃいいんだ。向こうから会いに来るのを待つしかない。なんなら他の者にも聞いてみろ。みんなそう答える。何か用か。一度局長に会ってみたいと思ってな。隊長になったというのに挨拶すらできていない。会ってどうする。別にどうこうするって話じゃない。近藤さんは多忙なお方だ。まあいずれ会える日も来るだろう。もうしばらく機会を待つんだな。いつまで待てばいいんだ。ずいぶん近藤さんに興味があるようだな。それが何か問題あるのか。大ありだ。あの方と気安く会えると考えられては困る。局長は新選組の主君と思え。君も新選組に入った以上はな。分かったらもう行け。
おお、はじめちゃんやないか。お前も一緒にで。いや。だが、なんでそいつら服を脱いでるんだ。もう払う金がないよからな。服を質に取ったんや。ふんどしも言っとらないで。ねえ。これ以上負けたらこいつら武田藩に何されるんやろね。どない思う？そんな。なんや、はじめちゃん。何黙っとんねん。いや、悪いが局長を探している。どこに行けば会えるんだ。さあな、知らんわそんなもん。気が散るで。用が済んだらさっさと行け。それとも我らも裸になりてんけ。いや、邪魔したな。局長に話でもあるのか、斎藤。井上。いや、俺はまだ局長の顔を見たことがなかったんでな。特に話があるわけじゃない。そうか。ならちょうどいい。その局長直々の仕事がある。お前に頼むよう言われた。何？お前、坂本龍馬という名前に聞き覚えは？ん？知っているのか？いや、知らねえ名前だ。坂本は土佐藩の勤王志士だ。武市半平太の作った土佐勤王党の筆頭。1年前に藩の三世吉田東洋を暗殺して土佐を脱藩した。この坂本龍馬をお前に探ってきてもらいたい。なんで俺なんだ。不服ということか。いや、分かった。で、どうすればいい。坂本龍馬について我々が掴んでいるのは、まず数日前に京の薩摩藩邸に現れたってこと。薩摩藩邸？そんなとこに坂本龍馬が。何かおかしいか。いや、続けてくれ。それ以前、坂本は土佐を脱藩した後、幕臣勝倫太郎の門人となって怪術を身につけた。怪術？船の操作。その船で長崎から密かにイギリスの武器を買い付けているらしい。トマス・グラバーって武器商人と通じてな。イギリスの武器を？どういうことなんだ。局長はそいつを探れと言っている。まずは薩摩藩邸へ行け。坂本龍馬は勝倫太郎と一緒に薩摩の西郷吉之助を訪ねたってことだ。その西郷に話を聞くのがまずお前のやるべき仕事だな。西郷吉之助か。仕事が済めば局長に報告することになる。その時、近藤さんにも会える。
んで。さあさあ、いろいろありますよ。いや、え？はい。なあ、あんた、クソ、金持ってへんか。食いもんでも何でもええ。か、なんや、ケチ。
お？え？おい。
え？ええ。俺の偽物が現れたらしい。はあ？そいつは坂本龍馬を名乗ってイギリス製の武器を買い付けている。幕臣の勝倫太郎の門人で今日の薩摩藩邸に現れた。おい待てって、何がどうなってんだ。俺にも分からねえ。だがその坂本龍馬を新選組が探し始めている。お前の耳には何か入ってねえか。もう一人の坂本龍馬のことが。いや知るわけねえだろ。知っていたら真っ先にお前に話してる。だよな。けど何でお前の名前なんて語るやつが。わからねえ。誰かが俺をはめようとしているのかもしれない。新選組がその偽物を追いかけてるって言ったな。ああ、と言っても俺がその坂本龍馬を追う役だ。近藤勇が俺を指名したらしい。なんだと？おい、それってお前の正体がバレてるってことじゃねえのか。もし近藤が一年前の覆面の男なら俺の顔を覚えているかもしれない。近藤はそれを確認しようとしているとも考えられる。それじゃお前やべえじゃないか。だがどっちにしても断れねえ。今はそのもう一人の坂本龍馬を追うだけだ。これから薩摩藩邸にいる西郷って男から話を聞いてくる。薩摩の西郷か。そっちはそっちで厄介な相手だがな。どういう意味だ。薩摩は日本の端で300年幕府の命かすめて力ため込んできた藩だ。異国との密貿易でな。それで幕府でさえ薩摩が勤王の倒幕派に回らないよう気使ってる。その薩摩の鍵を握ってるのが西郷吉之助ってわけだ。連中は秘密主義で身内しか信用してない。なるほど。今のところ薩摩は幕府と一緒になって勤王派の長州を京から追い落としてる。長州はそんな薩摩に恨み骨髄だ。そのくせ薩摩は裏じゃ幕府を倒して勤王を牛耳ろうと画策してるって噂よ。とんだ食わせ者らしいな。まったくさ、勤王思想のみで突っ走る長州と現実主義の薩摩じゃ水と油だ。町で薩長の下っ端同士が出くわしてみろ。いきなり切り合いが始まるぜ。犬猿の仲ってやつか。まあその話はいい。お前の偽物については俺の方でも調べてみる。そのもう一人の坂本龍馬ってのがイギリスの武器商人とつながってるってんなら、どういうやつにしろ大物だ。そいつがお前にどう関わってくるのか俺たちは知る必要がある。頼んだ。用心しろよ。ああ。Thank you.
え？